ようこそ。ゲストの皆さんもこんにちは、ダケンです。今回も楽しいゲームを一緒にやってこぜ。よーし。はい、ということで今回ですね、フランシスカっていう海外のホラーゲーム実況プレイやっていこうかなと思います。はい、Steam で98円で売ってました。激安だね。はい、だけどかなりクオリティが高いみたいで、はい、面白そうで買ってきました。で、ちょっと面白いことが起きて、この画面映ってんじゃん、これの前になんかね、スピーカーのマークとライトのマークみたいなのが映って、それがちょっとね、びっくり要素があったんだよ。俺知らなくて、一応カメラは回してたの、撮影はしてたんですよ。はい、だからちょっと今試しに皆さん聞いてみてください。絶叫してるんで、鼓膜崩壊注意で音量に気をつけてみてください。ではどうぞ。挨拶前だよ、完全に気抜いてた。どうだった、ちょっと熱い俺。若干熱いわ。はい、若干熱いながら挨拶しました。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。若干このゲームの説明読んだんで、軽く、ざっくりと皆さんに説明しようかなと思います。はい、あ、多分今のがそうだね、今のが説明だ。はい、始まりましたね。結構綺麗じゃない。うん、で、このお家でちょっと怖いことが起きてくんですけど、これね、どんな感じのゲームかっていうと、この今動かしてる主人公は14歳の女の子で、最近この家に引っ越してきたみたいです。はい、家族で引っ越してきたんだけど、自分以外の家族は7日間メキシコに旅行行ってるらしくて、なんでわしは連れてかなかったっつってね。はい、学校があるのかな、かわいそうだな、7日間も全員いないって辛いだろ。完全にハブにされてんじゃん俺。はい、でこの少女が、ここに引っ越してきた時に、怪奇現象が起き始めたんですよ。うん、怪奇現象起き始めてんのになんで両親は旅行行った、行くな。でそんなおかしなお家で、かくれんぼをするって書いてありましたね。はい、怖い女の子とかくれんぼをするらしいんですけど、でね、なんか僕がこのゲーム惹かれた理由が、確か、あ、ここだ、ここだ。これこれ。ちょっと待って。あ？なに？びっくりした、びっくりした。やめてください、そういうの。はぁ。あ、これどうやってつけんの？あ、こっちだ。逆。逆でした。はい、なるほど。そう、ライトつけたかったんですよ、僕。逆側から俺必死に、なんかいろいろやってたね。あ、そう。で、このゲームね、惹かれた点なんだけど、このカメラを家の、まあ、好きなとこに仕掛けられるんですよ。スマホを持ってて、そのスマホにこの仕掛けたカメラの映像を映せるんですよ。でそれを4つまで仕掛けられるらしくて、そのスマホの映像を見ながら少女のお化けとかくれんぼを楽しむみたいなホラーゲームで、すごい面白そうだよね。はい、それで買いました。めっちゃ面白そうじゃない。でちょっとどうしようかな、どこに置こうかな。こっちの部屋は、うん、開けた。暗えな。暗えけど、ちょっととりあえずカメラを置いて、この辺でいいかな。で、向きは？向きどっちだこれ。あ、こうか。はいはい。あー、これでいいのかな。で？あー、こうやって見んのか。はい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 。あー、なるほど。え、すごくない？これが、あ、3番のカメラね。1、2、4はまだあっちの部屋だから、3番が今仕掛けたところだ。なるほど。ちょっと待てよ。OK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 。はい。これになんかお化けが映ったりするらしくて、その恐怖と戦いながらね、かくれんぼするらしいんですけど、それを7日間しないといけないのかな？はい。最悪じゃん。両親たちはメキシコで楽しんでる最中に、俺は命がけのゲームここで7日間やんなくちゃいけないの？超辛くないそれ。やべえわ、帰ってきたとき、親、なんかお土産なかったらマジぶっ飛ばすわ。マジで、メキシコ、タコス買ってこい、タコス。頼んだぞ、両親。俺頑張るから。ちょっと待って。これ持ち方よくわかんないんだけど、あ、こうですね。1台はこの部屋に仕掛けた方がいいよね。リビングも欲しいな。あ、ここいいじゃん、ここ。この辺に仕掛けようよ。はい。で、向きが、
どっち？こっちかな。はい、OK。ここも開けて、電気もつけましょう。ここが洗面所か。バスルームか。うん。はい。で、なんてか、足音うるせえな。巨人が歩いてるみたいなんだけど。やべえ、めっちゃワクワクしてきた。おら、ワクワクすっぞ。あー、ここいいじゃん。ここに置こう。で、向きが、はい、こうですね。OK。電気つけよ、電気。てか、画面なんでこんなオーブみたいなのついてんだろうね。ほこりか。よし。ここは何の部屋なの？寝室か。ちょっと待って、廊下の電気ないの？廊下の電気。廊下の電気？廊下の電気どこ？これ？これなの？ああ、これリビングの電気ね。ああ。Oh no！ これは消したくない。こちらですか？あ、廊下の電気ないね、これ。どうなってんだよ。ここもつけよう。よし。ああ、ここに隠れんのかな？多分そうだわ。こうやって隠れるんだ。ああ。怖っ。はい、僕ホラーゲームかなりの確率で絶叫してしまうんで、皆さん鼓膜崩壊注意でお願いいたします。寝室か、こっちか、どこに仕掛けようかな。自分の部屋に仕掛けてみる。自分が隠れてるところにカメラを仕掛けるっていう、それも怖いね。あ、ここも隠れられるのか。1階に隠れるっていうのもありなのかな。まあいいや、とりあえず今回は2階に隠れてみたい。自分が隠れるとこの目の前に仕掛けましょう。うん、この辺かな。はい。で、向きがこんな感じ。あ、逆ですね、これ。はい、オッケー。さあ、どうなってんだろう。うわー、怖え。めっちゃ怖えじゃん。うわー。ちょっと待って、位置もうちょっと微調整を。あー、こうやって見ながらできるんだ。すげえ。あ、これいいじゃん、これいいじゃん。これで、こう。これよくない？これ。この感じ。よし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 。これいいじゃん、これ。はい。なるほど。了解です。よし、じゃあ、早速、かくれんぼ開始していきましょうか。結構長くなりましたが。いや、めっちゃ面白そうだね。で、外に、あー、これか。そう、家のどこかにプレゼントあるんですけど、1日目は外にあるみたいですね。はい、これを撮った瞬間から不思議なことがこのお家で起き始めます。もう撮った瞬間隠れた方がいいみたいですね。さあ、こう閉めた方がいいのかな。ほらほらほら、なんか音する。逃げて逃げて。あ、こっちじゃねえ。ちょっと待って、ごめん、みんな間違えた。閉めて閉めて閉めて。よし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 。で、で、で、こうやって見るらしいです。で、上にカウントされてるでしょ。5分間耐えるらしいです。いるいるいる。下にもいる。めっちゃおるやん。うわー、超いる。で、これ何なの、このドクドクってやつ。お、なんで開けちゃったの？今のドクドクなってる時はバレないのかな。あれ、いない。どっか行った。そのまま帰れ。この部屋にはまだ来てないね。いいとこに隠れたんじゃない。これね、一人かくれんぼ的な感じなのかな。厳密には二人だけど。え、ちょっと待ってよ、もう一回やろう。左下の、恐れメーターだよね、左下のやつ。あれがマックスになるとダメなのか。ってことは、右クリックで、これが、落ち着かせる方法なのかな？これやりながら、スマホを確認しろってことかな？
OK、じゃあ次はそんな感じでやってみましょう。はい。どこに仕掛けようかな。じゃあ、あいつが入ってくる瞬間とか見てみる。この辺に仕掛けてみようか。はい。OK、OK、OK、OK。ここで。はい。向きがこっち。OK。次、バスルームとかにも仕掛けてみる。あ、いいね。ここに仕掛ければ、登っていく感じとかも見れるもんね。でも、あいつワープするからな。どうなんだろう、そこんとこ。ここに仕掛けるか。いける？いけるな。はい。OK。はい。もう一個は、どこがいいかな。やっぱ上かな。上を重点的に置いとこう。ここにもあるんで、やっぱ自分の隠れるところの前がいいよね。さっきと同じ感じでいっか。とりあえずさっき失敗しちゃったしね。この辺。はい、 OK。 よし、じゃあのプレゼントを取りに行きましょう。行きますよ。てか外で隠れてたらどうなんだろうね。後でやってみようか。うそ。なになになに、もう来た、もう来た。びっくりさせないでよ本当に。はい。あー！すぐ見つかったじゃん。ちょっと待て。これ隠れるとこ近い方がいいのか。マジで？めっちゃ早かったよね今回。ランダムなのかな、来る速度とか。やば。燃えてきたぜ。あれ何ここ。知らない、こんなとこは。何度ですか。ちょっとここ隠れてみる。次ありだよね、この角度。めっちゃ怖くない。よし、これでいい。怖い方が盛り上がる。さて次は君だ。はい、ちょっとだけ微調整しました。さあやっていきましょう。いきますよ。はい。あぶないあぶない、外に押し出されるとこだった今。OK。 はい、どうすればいいの。さあさあ、あいつを確認しながら過ごさないといけないのかな。どうなんでしょう。まだルールがよくわかんないね。他に説明は特に書かれてなかったんで、多分ちょっと探り探りでやってみましょうか。あられた。なるほど。こうやってあいつを見ながら、息を潜めんのか、こうやって。大丈夫か？ちょっと待てよ。あ、いた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 。自分の部屋の前は大丈夫。あ、いる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 。落ち着いてるね、あいつも。あいつもかなり落ち着いてた。一気に行くか。30切れ。よし、OK。え、めっちゃ面白いじゃんこれ。こんな感じでいいのかな。怖っ。7日間もこれ過ごすの。父ちゃん母ちゃん、タコス10個ぐらい買ってきてね。逆にタコス10個で許すのかみたいなね。あんま欲張ったら危ないから確認しつつ。でも今現れてないからね。あいつが現れてるときってギャーって言ってるから、そういうときは注意しろってことかな。 OK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 。 これがほぼ初戦みたいな感じだからな。キレキレ20キレ。 OKOKOK。 ちょっと2分切ったらいい感じなんじゃない。こまめにこまめに。いいね、いいね、いいね。大丈夫そうだ、これで。
この潜んでる感じめっちゃ怖いやな。いつ来るのかみたいな。よし、2分切るぞ。で、カメラ集中してると左下の恐怖度忘れちゃう時がある。気をつけなきゃ。オッケーオッケーオッケー。これめっちゃいいんじゃない。あれからあいつ出てこないし。帰った？そのまま帰って、お家に。よくわかんねえ少女。まあ1日目だからね、あいつの出現率も少ないのかもしんない。デイ2になれば。ああ、いるいるいる。あ、近い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 。やばいやばい、めっちゃ近かった今。大丈夫これ。どこ行った、どこ行った。あ、いるいるいる、そこにいる、そこにいる。ああ、やばい、70になってる。あ、てか1分切る。気をつけろ気をつけろ。1分切ってからあいつ攻めに来てるぞ、あいつも。超攻めてきてる。やり方はこれで合ってそうだね。めっちゃ面白いじゃん。やり方若干違ってたら申し訳ないですが、あいつがいないうちに恐怖度を下げとこう。さっきさ、自分の部屋の近くにいたとき怖かったね。あと20秒。来た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 。うわ、あいつも攻めに来てるぞ。今映ってたからね、あそこに。大丈夫か。あと10秒。あ、これいけんじゃない。来た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 。あと3秒。1。 OK。 ん、レベルコンプリート。そんで、あー、そんでここに来ると。で、デイ2をやれみたいな。なるほど、面白いじゃんこれ。はい、ちょっとデイ1クリアできるかなってちょっと不安になってたんだけど、クリアできましたね。じゃあデイ2やってみましょうか。これはちょっとクリアできるか分かんないけど。はい、さて、えっ、ちょっと待って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 、そういう新しい要素いいから。どういうことどういうことどういうこと。お前、やかましいわお前。黙っとき。あ、ついたついたついた。停電か。あいつ遊びに来てるぞ完全に。俺のこと遊んでやがる。マジか、もっと絶叫しろよおだけみたいな。さあ、これはどこにしようかな。やつ2階あんま行かなかったよね。2階にはあんま行きたくない病なのかな。さて、これもつけて。あー、これ連動してんのか、1階と2階の電気が。廊下の電気ってことね。やっぱこうでしょね。これ怖かったもんね。かなり良かったよな、あの感じ。恐怖度がすごかった俺のね。このゲームの主人公の恐怖度もやばいかもしれないけど、俺の恐怖度もやばかったから。はい、これでいきましょう。さあ、さっきとほぼ変わらないですね。あった。あー、なるほどね。これ取ったらスタートと。了解です。じゃあどこに隠れようかな。遠くに隠れたら危ない気もするんだけど、最初のとこに隠れるか。いきますよ、いけ。大丈夫、間に合うか。来てる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 。どっから来るんだろう。あー、開けとけばよかった。よし、 OK。あぶねえ。あ、もう現れてる。そこにおるで。恐怖度も下げて。ちゃんと見て見て見て。寝室にあったけど一番遠くに隠れたこの手、いいんじゃないですか。あ、いた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 。あ、待って。危ない危ない、あいつをちゃんと捉えておかないと。多分狩られるでしょ。うわ、叫んでる叫んでる。あ、いた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 。あ、近い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 、そこにいるそこにいる。
ちょっと待って待って待って、やばい、すごい緊張感いいねこれ。やつもかなり俺のこと殺しにかかってきてるから、正直なところ俺も殺しにかかっていきたいんだけど、このクローゼットに隠れるしか術はないとかなんとか言ってたら恐怖度がすごいことになってた。オッケー。ちょっと待って、すぐしまうのやめて。大丈夫大丈夫、オッケー。あいつがいないうちに50まで下げちゃおう。キレ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 、オッケーオッケーオッケー。あいつさ、リビングに結構現れるよね。2階はやっぱいけない病なのかな、可能性高いね。2階も行けよ。今いた、向こうの部屋にいた。あー、いるいるいる。よしよしよし、あ、来てる来てる来てる。やめろその声、人んちに勝手に上がり込んでそんな規制発してて。やばい、あいつも攻めてきてる、かなり攻めてる。あ、待って、まずいぞこれ。目の前にいる、てってって。ちょ待って、まずいまずい、恐怖度がやばい、やばいやばいやばい、超攻めてきてる。あいつ許さんぞ。オッケー、回復した。今いない今いない。めっちゃドキドキするねこのゲーム。みんなも一緒に隠れてる感じになる。待って、まずいんじゃないこれ。目の前にまたいらっしゃいます。恐怖度がさ、50超えるとかなり速くなってる気がするんだよね。気のせいか。気のせいだと言ってくれ。2階に行ける病だったわ病じゃねえそれ、普通だ。うわ、いる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 。2階にいるなら今チャンスなんじゃない。50切るまで。オッケー、めっちゃ2階にいるね。これ勝ったろ。ワイは南の高校生探偵服部平次や。この勝負もろたで駆動。よっしゃ、来た。デイ2もクリアできた、やったー。はい、てかこれデイ7とかできんの、いきなり飛び級できる。あ、できないわ、順にやっていかないといけないんだね。ちょっと待って、まさかのデイ3もやっちゃう。ちょっとだけちょっとだけ触れてみましょうか、デイ3はどんな感じなのか。さっきは停電してテレビもついたからね、今回は何が起きるんでしょうか。特に変わって、君ですか？やかましいですね。怪奇現象がすげえ起きてるわ。今も割れたもんね、家の中のものが。てかここ何、ここ。お邪魔します。ねえこれ、これでぶっ叩こうぜ。あいつクローゼットの中であいつ待ち構えてこう来た瞬間、あ、ポン。ちょっと待って、今ね最後のカメラ仕掛けてるんですけど、これ壊れてるわ。今回カメラ3つで勝負しないといけないのかな。マジ嘘。いやいや、ここ置いとこう。あいつにとって一番邪魔なとこに置いとくわ映ってね、マジ。カメラ3台で勝負ってこと。うわー、ちょっと待てよ。今回も、プレゼントから一番遠いところに隠れましょう。ちょっと行きますよ。なんかでかくね、プレゼント今回だけ。サービス？逃げろ！だら！こっち！ここだ！うわ、もう目の前にいる！ん？声が近い。ひょっとして目の前もうこれ。あ、危ない危ない危ない。あ、近い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 。もう俺がどこにいるのか分かってんじゃない。
離れて離れて2階から。頼んます。離れた離れた。てか1番ぶっ壊れてんな。お前2階攻め好きだな。1階行けよ。あ、今映ってた映ってた。いる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 。最初カメラが4台置いてあった部屋にいる。そうそう、1階にずっといなさい君は。ね、シェアハウスしてあげてんだから。よし。やだわ、幽霊とシェアハウスって。絶対やりたくねえよ。皆さんやりたいですか、幽霊とシェアハウス。待って待って、これもクリアできちゃうんじゃないの。もうこのゲームの才能が開花しちゃったかな。やべやべ、映画とかに今のキャラクター出たら絶対死ぬパターン。今のセリフ言うやつ絶対死ぬ。うわー、めっちゃ見てるこっち、怖っ。やべえよあいつ。一気に下げて一気に下げて。はぁ、寝よ。寝れるんだこれでも。あー、やっぱダメだった。さっき言ったこのプレゼントを取って外に隠れてみましょうか。はい、さよなら、お邪魔しました。こんな家二度と嫌です。カチャッ。さあどうなるんでしょう。はい、あと最後にこれ取って家の中を徘徊してたらどうなるんだろうね。普通にゲームオーバーってなる。あ、いるいるいる。いる！見れるんだ。あー、ここで寝よう。あ、ダメだ。どこ？おー、いるいるいる！もう一回やっとります。ここで俺、生きながらえようかな。そういうゲームの遊び方もあり。いる？うわー、近い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 。これやばいね。あ、いる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 。寝て寝て。廊下で寝て。意外といけてるぞこれ。これもあり、新たな遊び方じゃん。電気つけて。本来のルールを無視するっていう。ヘイヘイ、どっからでも来やがれよ。俺は廊下で寝てやるぞ。よし、オッケー。ショートスリーパーだから俺。廊下でも寝れちゃう、ショートスリーパーだから。え、これ意外とこれでもクリアできちゃうんじゃない。怖っ。これでクリアできたら怖いよね。これが一番のホラーみたいな。おお、あいつ叫んでるからこっちで。俺はここの曲がり角でショートスリープします。あ、まだいるな、まだいるな。めっちゃ叫んでんじゃん。てかやべえ遊び方してんな俺。あー、来た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 。ここで仮眠。ベッドの上で寝ない、床で寝る。これ意外といけるかもしんねえぞ。1分台まで来てるからね。やば、恐怖メーターもゼロになったわ。よし、お化けが家中俺のこと探し回ってんのにベッドで寝るこの余裕。1分切った。あいつどこにいんだ。本来の遊び方じゃねえ。3、2、1。隠れなくてもいいじゃねえかよ。クリアできたね。まさかの方法でデイ3クリアしちゃった。はい、デイ4です。はい、ということで今回はここまでにしようかなと思います。はい、この動画がちょっとでもいいと思ったらいいねボタンを押してくれると嬉しいです。めっちゃ面白かったねこれ。98円だぜ。はい、皆さんもねぜひ Steam で買ってやってみてください。
はい、この Day4 以降も気になる方ぜひいいねボタン押してくれると嬉しいです。はい、またね好評だったらやろうかなと思います。いや面白かった。てかこれ外も逃げれるなあ、いけなかったいけなかった。こっちはさすがにいけないんだ。びっくりした、いけるかと思った。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。とても怖い3日間でしたね。早く父ちゃん母ちゃん帰ってくるといいね、この主人公。ということでここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。